こんにちは。今日はですね、もうすぐハロウィンということで、10月18日の本日からスターバックスでハロウィン限定のフードとドリンクメニューが出ました。もう超可愛くて史上最強に可愛いなって思ったの。ということで今日はそちらを食べて飲んでいきたいと思います。それではおーちけら。ということで今回のハロウィン限定のメニューはこちらです。じゃじゃーん、かわいい。今回のハロウィンはなりきりフラッペチーノということで、1つのリンゴから2つの味わい、両方ともリンゴ味が使われてるのかな。でこちらのピンクの方がハロウィンプリンセスミルクスイートアップルで、ちょっとダークなのがハロウィンウィッチダークアップルチョコレートということで、どっちも美味しそうなんだよね。こっちのピンクの方はプリンセスの運命のリンゴなのか、それともこちらのダークな方は魔女の魅惑のリンゴなのか、さああなたはどっち。そして今回はなりきりドーナツというものも出ました。ピンクの方がパールプリンセスドーナツ、茶色の方はウィッチドーナツ。なんかね、中から現れるのはっていう風に書いてあるので、まずはね、ずっと楽しみにしてたこっちのプリンセスの方から飲んでいきたいと思います。めっちゃピンクですっごい可愛いんだよね、薄いピンクで。じゃあいただきます。うん、美味しい。本当だ、リンゴだ。甘酸っぱいって感じよりかは、甘い中にほのかにリンゴの顔感じがふわっと広がるっていう、なんだろう、ピンポーン、リンゴジュースの感じっていうよりかはおしゃれなリンゴの味ですね。思ったよりもすっきりしてる、甘すぎる感じもなくて、上にアラザンが乗ってるので、たまにザクザクっていう感じがまた美味しい。本当に細かいんだけど、リンゴのシャキシャキっていう身の部分もちょっと入ってます。ハロウィンウィッチフラッペチーノで、こっちの方は太いストローで飲んでくださいっていうことだでした。いただきます。うん、うんうんうん、リンゴのシャキシャキがめちゃくちゃ溜まっている、おいしい。こっちはリンゴがちょっと大きめに入ってます。なんて説明したらいいのかわかんないんだけど、プリンセスの方はあ、リンゴ味だってなって、こっちはあ、チョコ味の中にあ、リンゴも入っててシャキシャキして美味しいっていうタイプですね。下にちょっとね、甘酸っぱいエキスが入ってて、上がチョコのドリンクなので、全体的にこう混ぜるとちょうどいい甘さで、全然重くなく飲めます。リンゴのシャキシャキ感が好きな方はこっちの方がおすすめかも。じゃあドーナツを食べていきたいと思います。茶色の方は中に何かが入ってるって書いてあってちょっと怖いので、こっちから食べてみよっかな。めっちゃ可愛いんだけど、これもリンゴ味なのかな。上に白いホワイトチョコかなが乗ってて、銀のキラキラがめっちゃ可愛いね。いただきます。うんうんん、これもリンゴ味、なんて言えばいいんだろう、甘い甘いリンゴじゃなくて、ちょっと酸っぱさがこっちはね混じってきてるから、甘さ的にちょうどいい。うん、うん、ホワイトチョコの粒々の中にサクサクが入ってるから、急にサクってきて食感も楽しめます。下のドーナツは本当に味がついてないので、上のこのソースというかチョコリンゴで楽しむ感じ。ウィッチドーナツ食べていきます。これ中に何が入ってんだろう、すごいザクザクしてそうな感じだよね。いただきます。うん、じゃーん、中にソースが入ってる、リンゴ味かなのジャムみたいなのが入ってます。真っ赤なリンゴのフィリングだって。でこの上の黒い物体はブラックココアクッキーらしい。美味しいもん、なんかオレオみたいな感じで、ザクザクとふわふわのドーナツが一緒に味わえて最高です。このリンゴのフィリングが入ってるから後味がさっぱりしててすごい食べやすい。もしドーナツとドリンク一緒に頼むとしたら、それぞれのシリーズで楽しんだ方が
なんかより美味しく食べれるのかなと思いました。うん、うん、はい、ということで今回はスタバのハロウィン限定メニューを食べてみました。リンゴ一つでこんなにいろんな楽しみ方が、ね、できるんだなっていうことにすごくびっくりしました。見た目もすごい可愛いので多分人気だと思うのでぜひチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるのでぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。